こんばんは。こんばんは。こんばんは。すみません。急に始めました。インスタライブです。はい。ということで、はい。今年も、あと2日ということで、今日30日、明日31日、そして2023年が来るということで、まあいろいろたくさんありましたのでね、今年も最後の締めということでご挨拶をしようかなと思って受けん、まあちょっとお話ししようかなと。はーい。いやー、どうですか、皆さん今日は何しました？お仕事なんですかね。お仕事休みですか。なんか今日から休みだっていう声も聞いたりとかしたりとかして、はい。今日から休みですみたいな人いますか。いや、今日もまだ仕事やってんとか、今からまた仕事やーみたいな人いますか。はい。僕らも明日カウントダウン TV ということで、はい、それが最後のお仕事、仕事納めが明日になるんですけどもね、なるんですけども、どうですか。いや、楽しみです。本当にもう12月31日までお仕事があるなんて幸せなことでございます。うん、ずっと勉強か。ああ、受験生か。なるほど。受験生はね、来年はね、うさぎ年ということで、受験生はおそらくみんな飛び上がる一年になるんじゃないかな。嬉しくて飛び上がる、ビヨーン、うさぎのようにね。はい。僕もね、今ちょっとコメントにもありましたが、2023年の願望、今日なんかすごいな、口が弱い、ゆるい。2023年の願望はですね、まあね、とにかくね、たくさんお仕事をしますと。そして、まあとにかく頑張りますということです。はい。うん。もうね、実はまあこの前ちょっと情報解禁をしたんですけども、沼る港区女子高生というドラマ、 Z ドラマでね、お昼の時間帯なんですけども、あれはだったりとか、この先たくさん仕事がありますよということです。うん。それを、願望じゃない、抱負か。を、とにかく、自分らしく、がむしゃらに頑張りますよ、と。っていうことです。なんかそれを、こう、楽しんで見てくれたりとか、皆さんが、してくれたら、すごい嬉しいですよ、ということです。本当に。僕はね、割とこう上京して1年ちょっと経って、ですぐにこの君の花になるという連ドラ、君の花になる連続ドラマ、火曜夜10時決まりまして、なんかね、すごい俳優活動を始めてすぐでこんな大きな仕事が決まって、こんなにもたくさんの人が見てくれて、なんか自分の中でも本当にどうだろうな、言い方が難しいけど、トントン拍子というか、シンデレラストーリーとかいう言葉がありますけど、そういう道筋で通らせていただいて、こう頑張って、僕なりに頑張ってね、こうその道を運転してきたんですけども、多分ね、この先はおそらく
たくさん難しいこととか困難がね、もう待ち受けてるのは間違いないんですよ。本当にもう僕はわかります。それをこう一つ一つ積み重ねて頑張っていくよということです。僕はそれが来年の抱負ですかね。うん、それをなんだろうな、皆さんが見てくれて応援してくれてほしいです。うん、はいって感じですかね。皆さんはどんな1年になりましたかね。この1年僕と一緒に駆け抜けてきましたけど、いやー本当にハートがいっぱい来てる。本当にねすごい1年でしたよね。この1年で皆さんと出会ってますから、出会った方たくさんいますから、本当に楽しかったです。うん、多分ねこんな人生ないです、僕史上というか、まあ、僕史上は僕しかないんですけどまあ自分史上最高の一年になりました。本当にそれをねこう皆さんは受け入れて応援してくれてというか、でやってくれて本当にありがとうございますっていうことです。うんね、12月25日はねホーミースノーパーリーがありましたけど、たくさんの声がありました。本当に僕たくさん読んで、もうたくさん読みましたよ。本当にそれも全部わかります。本当にわかりますし、うん、あ確かにそうだよなって思いながらこの2日3日間過ごしてますけど、けどね本当にあの日はすごい楽しかったし、実際にで僕は本当にやるべくしてやったと、ホーミーがすごい楽しんでくれるように僕がじっくりじっくり時間ない中で、すごい時間ない中だったんですけど、たくさん考えて企画してどうやったら楽しんでくれるかと、どうやったら皆さんが喜んでくれるかと、まあでもそのやり方がすごい、まあ、多分間違ってたんですけど、けど僕はすごい楽しくて、ホーミーも楽しかったよってすごい言ってくれて僕は嬉しかったし、うん、そのヒルトンのスタッフの皆さんだったりとか携わってくれたスタッフの皆さんがすごいヒルトンでこの場所でやってくれてよかったと、コウキくんがこのイベントをしてくれてよかったと言ってくれて、すごい僕はそれを聞いて、あやってよかったなって思いました。うん、はい、けどね本当にまだまだ未熟なので、僕はいろんな声を聞いて教えてほしいですし、本当にそれを聞いた上でこれからどんどん良くしていきたいですし、今回で多分ね、なんだろうな、おそらくですけど本名じゃなくなった方もいるのかな、わかんないけど、うーん、けどどっちも間違ってないですよね、どっちも間違ってないと思うので、まあこれからも頑張りますということでよろしくお願いしますということです。はいうん、これを言いたかったんですよ、僕は言いたかったんです、うん、はいはい、うん、そうですね。いやね、本当に事務所に、僕の事務所にねたくさんのクリスマスプレゼントだったりとか届きましたし、その時25日にも持ってきてくれた方、プレゼント用意してくれた方も
あの事務所に全部届いて、とりあえずで全部見ましたよ。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。手紙もね全部読んでます今。はい、あ、コメントありがとうございます。皆さんのね、あの温かいコメントが僕の救いになってます。こんなあの僕なんですけど、本当についてきてくれる皆さんがねすごい大好きです。そんな感じです。本当にだから来年はね、もっとあの2023年、来年はなんかおそらくなんかまあたくさんなんでやねんって思うことだったり、あのおかしいやろってすごい皆さんが思うかもしれないんです。僕まだまだなので、はい、けど僕には本当にたくさんの周り、あの周りの人たちっていうか、なんか本当に自分の周りは恵まれていて、その人たちがあの周りにいてくれていて、たくさん教えていただいて、たくさんの声を、たくさんの声を聞いて僕はやってるので、なんかポジティブにあのなっていこうかなと思ってます。合ってるかな今の言葉羅列言語。ああ。うん、なのであのまあちょっとあのインスタグラムにも投稿したところ、抜粋すると、僕は俳優ですとお芝居をしています。なんでまあそれをしてます。うんそれをしてます。でまあそのホーミーと会うためのコミュニケーションの場としてホミパリ、まあ、今回ホミパリっていう名前だったんですけど、まあ、ホミパリ、そういうファンミーティングは本当に自分の中であのその俳優で、あ、苦しいなとか、あ、しんどいなと思う時のご褒美なんですよ。本当に楽しい束の間というか、まあお芝居もすごい楽しいんですけど、その遊びの場というかね、うん、お仕事じゃない部分がそういう場、ホミパリなので、そういう部分、それを来年もたくさん企画して、あの皆さんの元に会いに行きますし、会いに来てくれたら嬉しいし、その場をなんか一緒に付き合ってくれたらなと思うんで、うん、その時はよろしくお願いします。うん、本当にね、最高です。最高最強の、あの、ファンの方々が、いますね。ああ、すごいです。はい。はい。僕もね、あのね、すごい、はい、頑張ります。ああ。やっと話しましたね。こうあの言葉でね。うん。いやーね。なんかあれになっちゃったから。まああと5分10分ぐらいですけども、30分しようかなと思って。なんか話そうよ。最後だし、今年最後だし。月読み最高だった。お、そう、それもね、あの実はそのスノパリで踊ったんですけど、その月読みのサビの部分を、それをこう、あの結構声があったので、あ、くしゃみ出ない、こあのちょっと見たいよって、 TikTok に載せてよ、どっかに載せてよっていう声があったので、あの踊りました。はい、あ、見せれてよかったですね。
はい、でも生でまた見せたいですね、その僕の強みであるダンスというのは。たくさんの方に見ていただきたいっていう部分ではありますので、また見てくださいと。月読みね、インスタにも載ってました、よろしくお願いします。はい、他なんかあったかな。トカトカタントカトカタントン、トカトカタントカトカタントンということで、うん、で昨日とかもなんかいっぱいインスタライブしてたね。スペシャルゲストでフミヤくんが登場したりね。僕もね盛り上がりましたよ。おえフミヤくんやってるってイエーイってなってましたけど、りんちゃんの可愛くてごめんのやつ可愛かった。あれさ、なんかノア君のことをさじーっと見てるみたいなやつ、あれさ自分でも分かってなくてさ、怖くねえと思って。俺なんかあの時の記憶がなくて、ノア君のことこうやってじーって見てるってやつ、あれ記憶なくてあんなことしてたんよ俺。でもあの時のノア君のね、あれみんな言ってたけど、うん、なんか愛おしかったです。器用でした、とても器用でした、うん、とてもちんちゃ器用でした、ちんちゃ器用でしたね。うん、こうきくんのノア君の発音めっちゃ好き。はは、俺それ前も話したね、俺だけノア君って、みんな結構じゃない、ね、みんなはノア君、俺だけノア君なんですよね。結構ね、そうですね、うん、あーかっこいい、こうきくんも器用、あーあーカムサメだ。うん、年明け何しますかと。ああそうですね、年明けどうしよっかな、あんまちゃんと決まってなくて。どうしよっかな、何する、皆さん何するんですか。でも僕はちょっとあのまあちょっとでもいいんで大阪に帰ろうかなと思ってます。ちょっと大阪にご挨拶をしないと、年明けのご挨拶、明けおめーって明けおめー、うん、服をこれグッズのやつ、初詣ね、だってあれでしょ、カウントダウン TV ライブライブが終わって、お正月スペシャル終わって、初詣行けないよねあれ時間帯に。その場所でしようかな、踊ってる時に、あのやってる時に、君の花になる、やるわけやるかい。うん、うん、そうですね、来年はねもう楽しみなことたくさんありますからね、皆さん楽しみにしておいてくださいよ。本当にカウントダウン TV って生放送じゃないですか、あれ生放送ですよおそらく。うん、チク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 パパパパ、やってな、これ君花初詣やるかい、みんな踊ってる最中俺これやってんのやるかいな、そんなこと。あー、おみくじも楽しみですね、おみくじが一番楽しいですからね。はい、今年はね確か吉やった気がする。さて来年は何が出るかだ、うん、はーい、後期誰のもん、うん、
안녕하세요안녕하세요저는고기물이다아여러분물을주세요여러분물을주세요 I'm shy 오래넘어예예帽子のお耳なんかウサギみたいで可愛い来年みたい来年に勝るもの俺のもんイエーイイエークルクルしてる発音めっちゃいいありがとうございますあと2分ぐらいで終わろうかな俺のもんいいいいもう年末なんでテンションは高いですけども月読み最高に上手だったありがとうございますデデ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 デチュク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 チュ今年今年今年一番の思い出はやどうだろうね全部思い出ですねほんまに全部思い出ああマシそうことすいブルーム最高ですこの帽子かわいいわほんま愛はいらない10かわいくてごめん生まれてきちゃってごめん10あざとくてごめん生まれてきちゃってごめんごめんごめんねりんちゃん好きですからね俺めっちゃ好きやわ大掃除終わった終わってへん大掃除あやったわ大掃除ってほどじゃないけど片付けはしましたねよしじゃあぼちぼち終わろうかな楽しい話もちゃんとした話ちゃんとした話っていうか来年の抱負だったりも話しましたけどもね、来年も皆さん健康で一番は健康でね来年は皆さんと一緒に過ごしましょうまた会えるようにしますのでその時は一緒に遊びましょうまたよろしくお願いしますはいわーたくさんの方が見てくれてありがとうございますでは僕もこれから頑張りますのでぜひとも来年も応援よろしくお願いいたしますそして今年も本当にありがとうございました皆さん良いお年をお迎えくださいバイバーイハッピーニューイヤーまであと2日にゃーバイバーイ